今注目のニュースを深掘りしてお伝えするニュースの現場。今日は延伸から間もなく1ヶ月を迎える地下鉄七隈線です。意外なプラス効果がある一方で、逆に大きな打撃を受けているところもあるんです。一番列車出発進行。先月天神南から伸びたレールが博多までつながった福岡市の地下鉄七隈線。今回延伸されたのは串田神社前駅を間に挟む天神南と博多の間の 1.6 キロ。総事業費587億円が投じられました。延伸開業からおよそ1ヶ月、七隈線の乗客はどのくらい増えたのか。今日福岡市の高島市長は、この1ヶ月間でおよそ乗客が 150% の状況で推移をしていると、おおむね順調に推移をしてきているということになります。延伸前の1週間に比べて乗客がおよそ 50% 増加したことを明らかにしました。沿線ではその経済効果が見え始めています。新たに設けられた串田神社前駅の目の前に今月オープンしたホテルです。客室は275室、4人部屋も設けられ、グループの旅行にも対応しているほか、長期滞在をする人のためにキッチンや洗濯機が完備された部屋もあります。七隈線の延伸開業とほぼ同時期にオープンしたことで注目が集まり、予約が順調に伸びているといいます。お客様からのお問い合わせ非常にいただいておりまして、今全体でだいたい8割強ぐらいのご予約で埋まっております。特に3日から5日にかけては9割ぐらいがご予約状況となっております。ビジネス客だけでなく旅行客も想定以上に集まり、外国人観光客の予約も増え始めています。このホテルでは1階に宿泊者以外でも利用できる角打ちカフェスペースを設けるなど、今後も開かれたホテルとしてさらなる街のにぎわいづくりに貢献したいとしています。一方で七隈線の延伸開業によってマイナスの影響が出ているところもあります。七隈線沿線を走っている西鉄の路線バスです。都心部周辺の役員駅、博多駅、六本松駅ではですね、乗降人員が減っております。15% から 20% 程度落ちているという状況がございます。西鉄の林田社長は先週の定例会見で、七隈線の延伸開業以降、沿線のバス利用者が最大で 20% 減少したことを明らかにしました。地下鉄に利用者が流れたことが要因とみられています。バス利用者が減ったという役員を今朝訪ねてみると、確かにバスに乗り込む方が若干少ないように感じられます。西鉄では七隈線延伸によるバス利用者の減少は想定内として、福岡市地下鉄との共存を目指しています。福岡市のですね、公共交通をですね、しっかりと維持、持続可能なものにしていくためには、福岡市営地下鉄様ともですね、連携しながら、お互いのですね、役割を補完しながらですね、進めていくことが大事かなというふうに思っておりますので。さて、天神地下街に来ています。こちらも七隈線の延伸開業で人通りが減るんじゃないかという懸念があったんですけど、実際に1ヶ月が経ってみてどういう影響が出ているんでしょうか。七隈線と空港線の乗り換えルートでもあった天神地下街、これまで乗り換え利用者は1日平均で1万6000人以上いましたが、七隈線の延伸開業で乗り換える必要がなくなり、人通りが減ってしまう恐れがあったのです。実際開業前の先月初旬に通行客に話を聞いた際には、
博多まで行くときは通らない、使わない。まあ、途中で薬局寄ってなんか買ったりとかあったんで、まあ繋がったら多分もう行くことあんまなくなると思います。本当ついででっていうのが一番多かったですね、はい。そこで天神地下街の運営会社は七隈線の延伸開業に合わせて大規模なリニューアルを行いました。食をテーマに6つの店舗を次々とオープン。乗り換えで一定数見込めたついで買いから買い物の目的地化に力を入れたのです。そして今日、人の流れはどうなったのか。で、人の流れなんですけど、私開業する直前の同じ時間帯に来てるんですが、取材にその時と比べると、まあ、減ってるというよりむしろちょっと増えているような印象を受けますね。新たにオープンした店には行列もできていました。前日ですね、並んでいただいたりするテナントさんもありまして、多くのお客様にですね、実際に足を運んでいただいているというところがとても嬉しく思います。そういう面では目的地化、できているのではないかなと思っております。延伸開業から1ヶ月を迎える地下鉄七隈線。福岡市は今後観光での利用者の増加にも期待を寄せています。はい、ということで明暗が分かれた形となりましたが、スタジオではこれです。七隈線の混雑問題で、これがですね、1ヶ月が経とうとする中で大きな課題になっているんですね。で、まずはこれをご覧ください。こちら七隈線延伸前2月6日月曜日のですね、混雑状況を示した図です。まず赤い部分がですね、ありますけど、時間帯では午前8時から15分、そして区間としては六本松駅から役員駅までの間、ここが赤くなっているんですが、これはね、こういうことです、はい。混雑率が 140% 以上の部分で、これ隣の人とですね、かなり密着した状態で新たに乗車することがもう難しいというレベルがこの赤い部分なんですね。で、これが延伸前でした。そして延伸後がこれです、はい。これ昨日ですね、同じく月曜日平日の混雑状況なんですけど、もう赤がおよそこれ3倍に広がってます。時間帯でいうと午前7時半から8時半までの間で、駅で見ますと別府からですね、もう天神南までがこの赤いエリアが 140% 以上になっているというところなんですね。なので、明らかに延伸後に混雑はちょっと激しくなったというのも明らかなわけです。ではここで、現在の利用客のちょっと声を聞いてもらいたいと思います。乗車が増えたなって思って、六本松から乗るときには結構満員で朝が大変です。結構ぎゅうぎゅう詰め、なんか上こう持ったりとか、はい。博多に行く方はすごい混んでてですね、もうぎゅうぎゅうでもう乗れない感じですね。なんか一本見送ったりしますね。東京の満員電車の、ね、ような状況ですけど、さあそしてこの混雑のです、ね、要因の一つとして挙げられているのがこれなんですね、はい。車両の大きさでして、まず同じ福岡市の地下鉄の空港線と箱崎線は、定員が1編成で854人です。一方の七隈線はいわゆるミニ車両と呼ばれてまして、これなんです。定員が同じく1編成で378人ということで、空港線、箱崎線の輸送力としては半分以下なんですね。ということで、ちょっと見てほしい、映像もう一個ありまして、こちらどうぞ、はい。七隈線のですね、車両の中に入っていきまして、上の方を見ますとあれがないんですね。荷物を置く棚がないんですね。で、これもともとミニ車両なんで高さがなくて、その棚を確保するスペースがなかったそうです。あとは地下鉄七隈線は幅もですね、車両自体の幅も狭いので、人がゆっくり2列に立つスペースもあまりないんですよね。なのでこの辺りはちょっと乗りがたいところはあるかもしれないんですけど、一方でトンネルのですね、断面の面積を小さくすることで地下鉄の工事費用を大きく抑えられたっていう非常に大きなメリットはあるんですけど、行政側も課題として捉えてまして、こちらです、福岡市もですね、今のところ増便増車両は難しいと、というのも保有するもう全車両を使用しているそうです。そして福岡市の高島市長も今日会見の中で、
通勤時間帯のピークをずらすなど市民や企業が協力してほしいとソフト面での、ね、対応を呼びかけていました。ということで悲願の延伸開業ではありますけど、まあ、その効果についてはじっくりと今後見ていく必要がありそうです。以上ニュースの現場でした。